主な小倉など初年度種付け頭数翌年の生産頭数ルーラーシップキングカメハメハ。種付け頭数の推移2013-2014-2015ルーラーシップ208-230-241ディープブリランテ205-170-1。注目の種ボバが多いね。アナルは成功してほしいな。総帥なのが不安だけど。ルーラーって血統人気。ルーラーシップも早にしそうだな。中黒。まず種付け数と早にの因果関係を証明してください。いよいよディープ3コマの種ボバがお目見えか。アイルハブアナザーはそれなりに成功してほしいな。アヒルノからアーネストリーの流れがちょっと切ない。ヒルノダムールはトランセンドより少ないんだね。ヒルノは芝2000で一番怖かったのに G1 ハルテンしか勝てなかったのが痛かったか。フリオーソすげえな。10タイムパラドックスとフリオーソで難関接見しそうだけど、それじゃ血はつながらないんだよね。結構不受胎って多いんだな。1回の交配あたりの受胎率は5割ないくらいだからね。キンベス成功しそう。アーネストリー、オーケンブルースリー、ヒルノダムール、この辺は1頭くらい当たり出すでしょう。ドイツも新種ボバらしく最初の3年は順調に数を減らしているのに、ルーラーシップだけ異常だな。 W ルーラーシップが第5化したらどうすんだろう。ディープスカイの再来と呼ばれる。ディープスカイはあの1頭にかかっている。コンクリ適性の高さが問われるババだとちょっとルーラーは不安に感じる。まあコンクリ適性ある繁殖が自然に回ってくる状況だから3コマは熟すだろ。末足勝負の JC でディープ3コマだの、オルフェより速い足繰り出すルーラーに何の心配あるのか。翌分からん。しかも前空いたのが残り500切ってからの。自身がスロースターターだったのが心配。今の人気種ボバは2歳戦もフルーマ戦線も両方強いからな。金亀かけるトニービンってアンバランス早熟なの、晩成なの。武器はスピードなの、スタミナなの、マイラーなの、ステイヤーなの。日本でしょう。とはいえトニービンやハービンジャーを成功させた車代だから、その辺はお手の物か。アイルランドで種ボバになったシャドウゲート、ルーラーさんは素人目から見ても馬体がいいとわかるね。でもそれで走るかわからない。見た目ディープや金亀が不評で、ボリクリやプスカが好評だ。むしろ搭載馬の馬体も良くて評判はボーフラグ。ブリランテに注目してる。立冬のサカロでコート系出して多子相当の能力を持ってたと思う。うまく遺伝できればかなりやれそう。スマファル3コマ楽しみだな。アイルハブアナザーは競争成績いいし、49er系だし期待してるんだけど、マイネルなのが心配だ。キングズベストもダービー馬だ。大飛びで緩慢な面が表に出るとルーラーは危ないかも。キングズベストは年出しや